はい、どうもお疲れ様です。吉谷さん、5月30日はゴミなしの日だそうですね。まあそういうこともあるんですけども、人生はね、いろんな考え方捉え方があるんですけども、ああこれを俺はやったぞっていうふうに思えるような、そんなことがね、こう振り返った時にあると、まあいいかなと思いますよね。これ誰かに誇るわけでもなくって、自分でそういうふうに、まあ、自己納得できるかどうかじゃないですか。今まで30年40年生きてきたけども、ああ自分の30年40年の人生にはこれがあったなって思えると、ちょっとこう救われた気がするかなと。で、逆に何もなければこれから何ができるかなと、今までの人生でこれってものはなかったけども、その集大成としてこれから何ができるだろうか、どこへ向かうだろうかっていうふうに、今度逆にね、希望に向かうこともできるかなっていうところなんですよ。あの、過ぎ去った過去を嘆いてもしょうがないんでね、今まで何もなかったってことはこれからあんだろうみたいな、もしくはこれから一発やってみるかみたいな、そんなね、残りの時間で一花二花咲かせられる自分を信じていたいですね。それじゃあ今日もよろしくお願いします。いってらっしゃい。